Okay, this is Joe Strummer, and you're listening to Shibuya FM. And these people are laughing in the background because this is the station to listen to. And this is 78.4 megahertz on the dial. And this is Everybody Knows, so get down and get with it. Carl Solomon, I'm with you in Rockland where you're madder than I am. ベストを尽くせば全部正解。こんばんは、エブリバディの DJ の東雄一郎です。1月の終わり、2月の頭からか、エブリバディノーズ、他力本願、ジルつなぎというシリーズでですね、ゲストが次の人をつなぐというシリーズをです、約4ヶ月にわたって、先週まで、断続的に、13人の方々にですね出ていただいたんですけれども、いろいろやってるうちに、ここで本当に言いたいこともあるけれども言えない、なんかこう自分の中でですね感触みたいなところで、本当は2010年全部それで、行けるところまで、まあ、あのスケジュールが合う限りですね行こうかなと思ったんですけども、この辺で映画監督から地下アイドル、先週行ったところぐらいまでで一回切らないと、これとんでもないことに逆になるなと。面白いっちゃ面白いんだけども、どうなんだろうラジオでっていう風に思ったりなんかして、一回、先週のファーストシーズンで、完了ということになりまして、でさて次はどうしようかななんてことを考えたらですね、これまたちゃんと一生懸命やるとね、まあ自分でベストを尽くせば全部正解って言いましたけども、僕の憧れというか、非常に、この5年10年ぐらいの間では音楽的にはおっと逆に新鮮に移り、影響を与えてくれたジェームス・チャン先生が今回急遽エブリバディノーズにやってきます。今週は1時間エブリバディノーズ、ジェームス・チャンスのインタビューを中心にお送りします。よかった。それじゃあ今夜も60分間駆け抜ける番組でトークハート今お伝えしましたけども、ジェームス・チャンス先生この後来てもらうんですけども、ちょっとこうジェームス・チャンスといっても、まあ初めてこう知ってる人は知ってる、まあコアな存在ではあります。どんな人かちょっと簡単に、僕の知ってる限りの情報というかね、アーティストの方の紹介をちょっとインタビューに入る前に、紹介してみようかなと思うんですけども、話しようかな。1979年にあの当時のニューヨークで、まあ、ニューウェーブ、そしてパンクの狭間に、パンクがあってニューウェーブに行く狭間にですね、まあ、ノーウェーブというですね、オムニバスアルバムが当時のニューヨークのストリートシーンを切り取ったものをブライアン・イーノがプロデュースしたんです。その中の、まあ、代表格としてジェームス・チャンス&ザ・コントーションズ、が入ってたわけです。当時は、まあ、そのニューヨークのぐーっとした熱気の中で生まれたシーンでありバンドであったんですけれども、まあ、そのブームみたいなものは一瞬で過ぎ去ってしまうわけです。それが未だこの特に日本では、その後80年代前後同時期にですね、フリクションとか東京ロッカーズ、そして、インディーズブームみたいな感じで、めきめきと日本の音楽シーンにも影響を与えているミュージシャンの一人なわけです。しかし当時の人たちはほとんど今は活動してたりはしていないことのが多い中、ジェームス・チャンスは現役バリバリな感じでですね、
今も57だと言ってましたけれども、キレあるライブも先週、今週か、リキッドルームで見てきましたけれども、そんな中で僕が切り込むのは、昔のことを少し聞きながら、そして今彼がどう考えているのか、そしてここに来るまでどういうプロセスがあったのか、多分こう音楽をやってるからね、いろいろあったんだな、なんて思いながらですね、おこんなこと聞いちゃうのみたいなところをですね、今思い返すと俺はお話しさせてもらったのかな、なんて思っております。この後ジェームスチャンスのインタビューです。今夜のエブリバディノーズは、ジェームス・チャンスさんをお迎えしてということで、非常に、まあ、僕個人的に彼とラジオの場所で喋れるっていう日が来るとは思わなくて、突然降って湧いた、ラッキーだなということなんですけれども、まずは僕の番組に来てくれてどうもありがとう。 Thank you very much for coming to the show. I'm glad to be here. 僕も嬉しいです。はい、まず、彼の彼がこの5年ぐらいの間に結構3回、今回合わせて3回ぐらい、ライブで来日してると思うんですけども、この3年のあこの3回ぐらいの来日の間でこう日本のオーディエンスがどういうふうになんかこう彼の音楽を受け入れてくれてるのが変わってきたかっていう、その辺をちょっと、感想、自分の体感するところをですね。 No, I think they were kind of equally enthusiastic both times. So, the Japanese audience has been really, enthusiastic about my music from every time I've been here. いや、 やっぱり本当にずっと変わらない感じで熱く盛り上がってくれてるなっていうふうに自分では思っていて、やっぱ日本ではもう毎回来るたびにすごくいい反応をもらってるっていうふうに思ってるんです。特に日本の会場なんかは、前回僕が見た2005年の時もそうなんですけども、若い世代の人がどんどんこう、重なって彼の音楽や、ノーウェブシーンっていうことではないんですけど、ジェームス・チャンスの音楽を、少しずつ支持しているのが少し、ずつその縁がね大きくなっている感じが、してるんですけども、例えばニューヨークや、彼のホームグラウンドとされる、場所では、彼の音楽が、時間重ねる中でどういうふうに受け取られていると自分で、感じているでしょうか。 Well, actually, people in Europe and Japan are more into it than in New York or America. I think it's because, I don't know, we have a saying, a prophet is never appreciated in his hometown. And I think that maybe that applies to me. But I have fans in New York, but it's... It's actually is more because in New York, I'm just considered, sort of local artist, and they don't pay me as much as they do to go to Europe or Japan. So so it's not worth it to me to really work a lot there. Is it proper? Doesn't accept in, cannot get accepted in the hometown. A prophet is never appreciated in his hometown. The town where he came from. そう、実際自分の音楽っていうのはヨーロッパとか日本の方でもっと受け入れられていて、ニューヨークとかアメリカではあんまり受け入れられているように思わないと。まあ
そのホームタウンであんまり理解されないって受け入れられないものなのかなっていう感じで言っていて、うん、で実際そのギャラなんかも、うん、もう本当にニューヨークとかではあんまり良くなくって、うん、でその自分としてもその熱心にニューヨークでやっていくっていうよう な, なるほど、ね、ことにつながっていかないっていうことで、うん、やっぱりヨーロッパとか日本の方が受け入れられているっていう、うん、それはね多分あの最近の活動が、まあ、日本に来るのはその本当にたまにして、うん、ヨーロッパで中心になってるっていうのを、まあ、少し知っていて、多分彼はそういうような今答えてくれたような気持ちでいるから、あの他の土地にね、多く演奏しに行ってるっていうふうに思ってるあのではないのかなと思っていたんですけども、どうしてそのアメリカっていうところではなかなかこうジェームス・チャンスの音楽が浸透していかないのかなって自分で思いますか？うん、Well, I mean, it's not that I don't have fans there. I do, but I think in America, a lot of people are obsessed with always having something new, you know, and young, you know, and even though my music does, to me, I think my music does sound new, you know, but... They're just it's everything is much is more commercialized there, you know. まあ別にアメリカに全然ファンがいないっていうわけではないんだけれども、うん、そのアメリカ人っていうのはすごく基本的に新しいものとか若いなんかものっていうことにすごいとらわれるから、うん、自分の音楽っていうのは自分にとっては新しい新鮮なものではあるんだけれども、うん、やっぱりそういう人たちにはアピールしないだろうし、すごく商業的な部分があるから受けられないんじゃないかなって、うん、でも当時彼、ノーウェーブだったり彼が最初にこの、作品を世に出したぐらいの時代っていうのはちょっとその時代の空気としては違ったところも、彼が今言ったようなことと、まあ大きく言うと30年前のアメリカは違ったところもあったのでは、とは どうですかその辺は。How do I feel about it now? Yeah. Well, I feel that it was、It was something that was totally unique, that probably could never happen again, you know, because, you know, it was before the age of computers and all this, and it was just, you know, New York was a very different place then than it is now. It was very poor, really. I mean, It was very cheap to live there, but it was place was falling apart. You know, people were leaving New York except for crazy people, and you know young kids from all over America just had this all seemed at the same time to have this desire to come to New York and try to create something.なんかもうその当時っていうのはもうすごくユニークなところで、うん、はい、もうまたああいう同じことが起こるようには思わないということで、うん、あの本当に今のニューヨークっていうのとは全く違う場所だった、うん、そうですね、であのすごくお金がなくても若い人たちが暮らして、うん、チープに暮らしていけるところだったし、うん、本当にもうあの街がめちゃくちゃに崩壊しているような時代で、うんうん、あのまあ正常な人はみんなニューヨークを立ち去っていってちょっとおかしなキッズっていうか、うん、ちょっと頭のおかしなキッズみたいな人たちがニューヨークで何かを新しいものを作るぞって言ってみんな押し寄せてきていたような時代だった、うんうん、逆にじゃあ今はあの保守的になってしまったっていうふうに捉えていいんでしょうか、ニューヨークは。 So you feel that the New York is becoming conservative in a way? Oh yes, it's much more conservative than it was then.、Mm. It's more of a place for rich people now, you know?、Mm. You have to have、a lot of money to live there、mm. compared to, you know, back in like 1980, you could survive、on almost nothing. It was really...
うん、確かに その時代に比べれば全く保守的になってきたっていうふうに言えると思うと、うん、今でもお金がないとニューヨークっていう街は暮らしていけない街で、うん、ナチになってしまって、まあ、80年代っていうのは本当にお金が全くなくてもなんとか生きながらえていけるような場所だったのに、うん、You know, like the artists and musicians and creative people started this whole thing and、then all the、vultures, you know, moved in, you know, like、mm-hmm. all the, you know, the people that want to, you know, get rich off it, just, and this always happens, you know, that、mm-hmm. they just moved in and took over, and、mm-hmm. and the artists have to go somewhere else, and where no one else wants to go.でやっぱりそういうアーティストとかミュージシャンとかそういうクリエイターみたいな人たちがニューヨークに来て何かを作ろうっていう形で始めたもので、はい、やっぱりそういうのがお金のにつながってくるようになってくると、うん、お金がになるぞっていうことで、うん、今度お金も持ってる人たちがニューヨークに移ってくるようになっていって、はい、やっぱりそういうアーティストたちが他誰もいないところにまた移っていかなければいけないような状況になってしまう。なるほど、押し出してるっていうような形になってWith no name, looks exactly the same in every two-bit town I happen to hear. There's a faded hotel where in a bellhop will sell you the means to soothe the craving of any habit. And a cheap cocktail lounge where the booze hounds all scrounge for the nickels and dimes the spenders toss around. I walk many a melancholy avenue, and I've tasted every bitter slice of a life that always seems to get the best of you.Stuff gets too rough and the dues get too tough and you made up your mind that you've had enough.Smoking, get in the wind, I ain't joking. If you don't, then your spirit may finally be broken.When you reach your destination, you'll find out it's no
vacation, for the street with no name will be right there waiting.今夜のエブリバディノーズはジェームス・チャンスをお迎えして、彼の現在過去未来というような感じでいろいろ聞いているわけなんですけども、今前のパートでは、まあ、その今のニューヨークとその彼が最初に出てきた頃のニューヨーク、その、まあ、街の変化みたいなのをちょっと、お聞かせてもらったんですけども、そんな風に街がね変わっていく中で彼がこう捉えていく作品みたいのは、その歌の視点っていうところでね、その街の変化が彼の視点に何か変化を与えてきたっていうところはやっぱりあるんですかね。 You know, I mean, I'm a very independent person. I'm not really affected that much by what goes on around me, you know, I'm going to feel the same way, you know, wherever I am, or whatever's going on. それほどでもなかったかなっていうことで、自分はすごく、まあ、インディペンデントっていうか独立した人間なので、自分の周りに起こっていることっていうことをあんまり気にしないで、そこから影響っていうのはあまりないから自分は自分のままでっていうことで。なるほどね。でもいわゆるノーウェーブやそのニューウェーブのブームみたいのは本当に短い時間で通り過ぎていって、そこから新しい作品をね、出すまで結構時間がかかってたりすると思うんですが、その間は言える範囲内でどのようにして、こう活動や生活をしていたのかなっていうのが非常に興味のあるところだったんですけど。Well, I was just performing, you know, performing live, and I put out quite a few live records. まあ基本的にはライブをやってはいて、まあライブアルバムみたいなものを出したりしてたんですけども、オリジナルのは確かその5年ぐらい前に、出た。アルバム5年、2005年かなに出たアルバムまでこうオリジナルとしてはだいぶ時間がね空いてたと思うんだけど。 Yeah, that's true. I mean, I just my relationship with the record industry is not that great, you know. I mean, I've had a lot of problems with record companies, as probably, you know, most artists have, you know, making records and that don't get released or don't get released till a long time after they were made. 自分はあんまりレコード会社とか業界と折り合いがいい方ではないので、なんかそういう、まあ、レコード会社との問題みたいなものがあったりとかして、まあ、レコードを作ってそれからまたリリースになるまでが長いとかっていうことは、まあ、ありがちかな。Well, actually, I'm in the middle right now of doing a new Contortions album. It's about half done. 新しい今 Contortions とのアルバムの制作が今半分ぐらいまで終わってるそうなんですけど。そうか。じゃあ逆にこの数年で、新しいものをね出していこうって意欲やその周りの状況っていうのが少しずつこうスピードは上がってきてるっていうふうに考えていいでしょうか。You know, in the last 10 years ago, last 10 years or so, there's
been a lot more interest in my music than there was for a long time before that.、10年前に比べたら随分状況的にはよくなって興味を持ってくれるようにはなってると思います。それはあの、まあ、多くの最初のノーニューヨークやノーウェーブのシーンにいた人たちがその当時の音源や当時のものだけを支持されるっていう状況がほとんどではあると思うんですけども、逆にその新しいものをねそういう風にして作ったりこう世に出すっていうような作業をやれてるっていうのは僕はすごいなと思うんですけど。Well, you know, of all the different people that were like in that no wave thing, you know, I'm probably one of the only ones who was you know had some musical training and pretty much committed to being like a professional musician. You know, while a lot of the other people.They went off into other areas of other creative areas after the No Wave thing was over. For instance, Lydia Lunch, you know, is more into like this like spoken word type of stuff, and other ones became like painters or filmmakers. Most of them are still doing you know some kind of creative thing, but not very many are still doing music.And certainly not if they are doing music, it's just it's not like a full-time thing, you know, like the original, the other members of the original Contortions, you know, they none of them are except once in a while that they do a show with me, but other than that they're really not doing music at all.実際ノーウェーブのシーンで、その音楽的な教育を受けていたり、そのプロのミュージシャンとして の、その自覚みたいなものがあったのは自分一人だったんじゃないのかなということで、まあ、そのシーンが終わっちゃった後、そのシーンにいた人たちも他のクリエイティブな分野には進出していったりとかして、スポークンワードのポエムを読んだりとか、ペインターになの画家になった人たちもいたんだけれども、なんか音楽としてフルタイムでもう、オリジナルのコントーションズのメンバーもたまにツアーに自分と出たりとかっていうことはあっても、そのもうプロとしてはもうずっとやっていくっていうことではないので、っていうか。なるほどね。そのスポークンワードの方にこう、変わってった人って誰なんですか、その。Oh, Lydia Lunch.リディアランチね。あー、なるほどね。そうかそうかそうか。僕も3回そのスポークンワードだったりそういう携帯の目的でニューヨークに、行ったことがあるんですけども、やはり、最後に行ったのが3年前なんですけども、その頃どんどん行く時間を経て行くごとにその彼が言ったようにその刺激的な部分っていうところではつまらなくなってるなっていうのが僕の個人的な感想ではあるんですが、I can understand that because like I said before, you know, it's the people there have really changed a lot, you know, the young people in New York now are mostly like rich kids, you know, and they don't have the kind of creativity that, you know, when that was going on when I was young. I mean, there's still a lot of clubs, you know, play, but it just doesn't have the excitement. なんかおっしゃってることは分かる気がするって、さっきもちょっと言ったんだけれども、本当にニューヨークの人っていうのが変わっちゃって、今いる若い人たちっていうのはそのお金持ちのなんか子供たちっていう感じで、なるほどね、そのクリエイティビティに欠けていると。なるほど。自分が本当に若かった頃のその創造性みたいなものは感じられないし、クラブっていうのはまあいっぱいあるけれども、そのエキサイティングな感じではない、はい、じゃあこのニューヨークというその小さなその本当にね
島が人がやっぱりこう入れ替わったって感じってことですよね、うん、まあもちろん東京もそうなんだけどいつも I don't know, you know, I can only a lot of the poor people are gone, you know、you know, you used to have different neighborhoods in New York that are some were、like even in Harlem, you know, it's not, it's starting to turn white, you know, so it's a lot safer, you know, it doesn't, you don't have all the crime that you used to have, but it's also、a lot more boring, you know, what can I say? まあ、はっきりそうとは言い切れないものはあるけども、うん、その他で持ってない人たちが全、うん、もうどんどん去っていったっていうのは分かる、うん、でも犯罪なんかも全然なくなってきたので、うん、安全で住みやすいところにはなったのかもしれないけれど、うん、まあつまらなくはなったね、うん、やっぱりその街の危うさと面白さっていうのは一緒についてくるものなんですね、うん、っていうことですよね、うん、かいのThree on danger, danger, and then excitement comes together. Yeah, I think so. You know, when life is too safe, it's boring. You know,、mm-hmm. it loses its edge or whatever.、Mm-hmm.なんかまあ自分としてはそう思うし、うん、なんかその住んでる環境があまりに安全っていうことだとやっぱりつまんなくて、うん、エッジに欠けたような感じになってくるっていう。Bye-bye.
いろいろその街のことについての話を結構、ニューヨークと東京みたいな部分を聞いてきたんですけども、彼がまあさっきの話の途中で、まあいろいろなやつが周りにいたけども今、音楽を同じテンションでやれてるのは俺しかいないだろうっていうことを言ってたと思うんですけども、その彼を当時ジェームス・チャンスを自身をですね、初期衝動と同じこうエネルギーをね突き上げさせてくれるっていうのは、今でもそういう状態で、モチベーションを保ってるっていうのはどういう部分がこう彼を突き動かしているのか。Well, because that's what I just feel like I was born to do, you know? I mean, you know, I'm not the kind of person that thinks, well, you know, I'm just going to go start become a painter now or something like that, because I just don't feel that's where my talents lie, you know? I mean, I just feel like I was born to do music and entertain, you know, being an entertainer, and that's what I'm going to do, you know, whether I'm not, you know, I'm making a lot of money at it or not, you know, or there's like five people listening or 5,000. That's it, you know, that's what I was put here to do and that's what I'm going to do. もう基本的にやっぱり自分は音楽をそういう風に作っていくために生まれたからって感じてるだけに過ぎないと。で、自分はなんか、あ、じゃあ今度画家になってみようかなって思うような人間ではないし、そこに自分の才能はないと。で、音楽をプレイしてエンターテインしていくことがために自分は生まれてきたと思ってるし、そのお金では関係なくて、5人しかオーディエンスがいなくても5000人しかオーディエンスがいなくても関係ない。本当ただそれだけをやりたいっていうことだけだと。その強さみたいなものはキャリアを重ねた今はそう強く言えると思うんですけども、うん、始めた若い時から、それと同じ気持ちでいたでしょうか。Well, when I started, you know, I never had any expectation that I was ever going to be any kind of star or make a lot of money from my music, or, you know, it wasn't done with any thought of being commercial at all. I just wanted to create something, you know, new that hadn't been done before, that I could be proud of, you know, and that's all I was thinking about. And then, you know, then later when I did have some success, you know, you have to start thinking about your audience, you know, because you don't exist in a vacuum, you know, so you do have to start thinking about who's listening to your music and what you want to get across to them, you know. But still, I've gone into a lot of different genres of music, but it's always you know, my own interpretation of it, because it's the only way I can do it. You know, I could never be like a studio musician or anything like that, and I would never try to do that. まあ、始めた頃っていうのは全くあの自分がやってることでそれでスターになったりお金持ちになろうっていうような期待も考えもなくそういう野心は全然なかったね。全然なく、その商業的に成功したいとかいう野心もなくって、ただ本当にあのこれまでなかった何か新しいものを作ってやりたいっていう、それだけだったと。でだんだんでも成功したりとかすると、オーディエンス誰、どういう人が聞いてて何を表現していこうかみたいなことも考え始めたりはしたと。でも結局自分ができることっていうのは、自分の解釈でいろんなジャンルにまたがった音楽なんかも作ったりするんだけれども、自分のこの解釈であのただ表現をしていくこと、で自分っていうのは全くスタジオミュージシャンになれるような人ではないし、まあなりたいとも思ったこともないんだけれど、なるほどね。じゃあこの今の言葉からすると、できることはもうかなり決まってると。でその中で、自然体っていうかね、そういう
こう無理をしないし、無理をしないスタンスでこう自己表現していくっていう、そういうもう本当に当たり前のことをそれをまま貫いてるっていうことですよね。Yeah, well, what I'm saying is, but I can play a lot of different kinds of music, like jazz, funk, you know, like tonight I'm doing at the Le Baron Club, I'm doing a solo piano, you know, jazz, you know, basically jazz, pretty, you know, and somewhat traditional, you know, in the style of people like Duke Ellington or Thelonious Monk. But you know, no matter what I do, it's always me, you know. It's not. I can't imitate anything, you know. I can't sit down and play a solo just like Charlie Parker would play it, you know, or anything like that. Mm-hmm. But you know, there's not many people that can say that, you know. Mm-hmm. There's not many people that have come up with a totally original style. Mm-hmm. Especially today, you know, mm-hmm. because... everything has been done so much, you know. Mm-hmm. It's very hard for younger musicians today to come up with anything new, you know. Mm-hmm. まあそのちょっと決まってるっていう、自分がやれることは決まってると言っても、mm-hmm. まあその音楽的にプレイすることっていうのは本当にいろんなスタイルっていうのをプレイして、mm-hmm.まあ、しても来ているし、うん、まあ、ジャズからファンクから、まあ、今晩はソロピアノみたいなギグをするらしいんですけれども、うん、そのジャズのトラディショナル で、まあ、デューク・エリントンとかソロニアス・モンクみたいなスタイルもプレイしたりしていると。でも結局自分にとって一番大事なことっていうのは常に自分自身である、自分のスタイルであるということで、まあ、座ってチャーリー・パーカーみたいになれる、なりたいとかそういうことでもないと、うん、まあ、自分でいたいと。でもそういう自分自身のスタイルっていうのを今の時代でやっていける人っていうのは本当にめったにいないし、うん、もう若いミュージシャンたちっていうのは、うん、もう今まで全部いろんな人たちいろんなスタイルを出しちゃってきている中で新しいものっていうのは本当に難しいと思う、うんうん、なるほどね。さっき、話してもらったその新しい、コントーションズとのアルバムが半分ぐらい出来上がってるで、聞きましたけども、それは、いつぐらいのイメージで、ね、完成するんだろうなっていうことを考えてますか。You just mentioned that you were making a new record with Contortions, yeah, and then you just half done. But when are you expecting to finish it? And maybe in the next year or so. まあ来年ぐらいかな。来年ぐらい。うん。どんな。It's with the original band from New York.You know, Pat Place and Jody Harris and Don Christensen. The band that I was here with the first time. You know, they played on my early records. But I think I'd like to do some, you know, a couple more songs with them, but also do some with the French band that I have with me today. まああの基本的にはそのニューヨークでもう一番最初自分とやっていたオリジナルメンバーとのレコーディングして、はい、まあ、あと2曲ぐらい彼らと一緒にやった後、うん、今のツアーで一緒に回ってるフランスのバンドとも何曲かやる予定でっていう。There's actually one song from it on the Twist Your Soul album, which is one of the ones that I picked out. It's called Incorrigible. Incorrigible, it's called. It's one of the ones that, you know, I picked out for him to play.That's from the new album. なんかそのアルバムの中に Incorrigible っていう曲が入ってるらしいんですけれども、はい、それ、まあ、ちょっと今回かけてもらうのにも選んでるんだけれども、はい、それが新しいアルバムに入る予定の曲です。あ、なるほどね。あ、はい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 。 OK、じゃあいろいろ短い時間で現在過去未来をこう本当に丁寧に、答えてくれて、何かこう、うん、
その彼のね、こう静かなこう強さみたいのを僕は感じたんで、とてもいい時間でした。どうもありがとう。
Okay. This is James Chance. Everybody knows Shibuya FM. And don't forget, contort yourself 5 times. ベータです。ジェームスチャンス。ナチスと熱中症とジェームスチャンス。わかりました。オーダー受けたまりました。激しい。声のエヴリバディノーズいかがだったでしょうか。音楽的に僕は久しぶりに、丁寧に1時間番組を作ったなぁと自分で思うんですけど、ずっとこう人と会って、まあ、音楽というよりか人の話をどれだけ面白くするかっていうようなことをテーマに、まあ、その他力本願をやってきたんですけどね。そして今バックにかかっているのはちょっとこの、まあ、僕しかわからないちょっと変わったエピソードというかですね、ジェームス・チャンスとのお話で、まあアフターアワーズって感じですかね。去年の夏に僕のバンドのフライト・ブイディアで、ちょっと短いツアーに行ったりしました。そして今さっき最初にね、ナチス熱中症ジェームス・チャンス、それで曲をやってくれみたいな、そういうなんか即興のものをですねやってたんですけども、でそう、あ、即興のものをやるってことになって、岡山でなぜかナチス熱中症ジェームスチャンスキーワードが出てきて、それでこう、まあその場の即興思いつきでですねお話というかこう物語を紡いでいったわけなんですけども、そうしたらなぜか今回ですね、ジェームス・チャンスのことをいろいろ会うのにあたってね、事前に調べていたらですね、ジェームス・チャンスはなぜかヒトラーと誕生日が一緒だということがあったみたいなんで、だからこう岡山の本当 20-30人の少ないお客さんの中でナチスとジェームス・チャンスが結びつくことのないっていうお客さんのがね、適当に言ったことがね、偶然にもジェームス・チャンスの羊がルーツがドイツ、そしてな、ヒトラーと誕生日一緒だったっていうね、なんかこうちょっとだけ何なんだろうこれみたいな、そういうですね符号がありました。でそのことをジェームス・チャンスに、まあ伝えるの難しいんですけど通訳さんを通じて、伝えてもらったらですね、彼は僕知らなかったんですけどドイツ系アメリカ人だったみたいですね。でその話をしたらちょっとニヤーっと笑ってましたけどもね、彼のなんかこうアメリカ人らしくない、今まで会ったアメリカ人とは違うなんかこう内面の強さと、そしてなんだいろんなことあったと思うんだよね。いろいろなことがありながらも今は57歳で現役としてずっとやり続けてる、そのエピソードを僕の知ってる限りもここで今日話すことできないけれども、なんかすげえなと思って、まだまだ俺は何もやってないと今夜も思った次第でございます。この、まあ、即興のフライトビデオのトラックを聞きながら聞いていただけますでしょうか。今夜お別れという感じですけども、来週からまたダリキ本願ジュルスナギの新シリーズに入れればいいなと思いながらいますけれども、どうでしょうか、楽しんでいただけたでしょうか。お相手は東雄一郎でした。それじゃあ来週もトークハードでバイバイ。